おお、ザッチ来た。スタンバってたか。っていうぐらい早い。いいね。おおお。すげえ。早いな、みんな。皆さん、今日の声も病んでますよ。あれ、あのそのうちはもうこんなになるよ、すごい。また甲子園の際にやりましょう。今日、あとね、じゃあ9時ちょうどに鳴らす。はい、いいよ、うー、スタート、僕、9時、スタートと同時に、サイレン、こっちで、うん、こっちでやろう。いい？いいよ。多分入ると思うんで。オッケー。ああ。皆さん元気ですか？サッチーさんいらっしゃい、ヤンキッチさんいらっしゃい、沖縄大好きさんいらっしゃい、高坊さん、ナルトラさん、カブエさん、ムスタシさん、イックンさん、皆さんありがとうございます。コインいっぱいください。今のうちにチャナギーしてください。ヤンデルセン、ヤンデルセン。アンデルセンみたいに言う、ヤンデルセン。さあ、あの、りょうちんさんが言ってた、この、咳が止まるツボ。10回ぐらいやるってさ、30秒って言ったっけ。やっとこうね。コインありがとうございます。メジャーもいらっしゃい、ありがとう、コイン。っていうか、俺もやる。どんな回になるんでしょうね、今日のひふみさんは。あ、コインが足りんぞ、これ。10個できた。こんな回でしょうね。そう、こんな回ですよ。サチさん、ありがとうございます。これ、週一、ここで喋ればいい。喋れればいい。あとはどうにでもなる。ヤンポさんいらっしゃい。車もやしとおっちゃん、こんにちは、こんばんは。オープニング何なんでしょうかな。車もやした話する、国際通りで。夏の夜、あっさまよ。救急車来たから、あ、消防車来たから、呼んだからね、松尾消防車から。だから三振戻ってきたね。ああ、戻りましたね。うん、よかったっすね。あれ結局慣れない、犯人身内かなんかじゃない、50代ってことあるかもしれない。ワッター同級生か。本田さんいらっしゃい、武蔵さんいらっしゃい。燃やしたんじゃない、燃えたの。高坊さん名前伏せてますね、多分ね。だから俺身内じゃないかなと思う。騙し騙し動かしてたあの晩、ついに火を見た、あの晩燃えてない、始まりです。エコー入れるよ。嘘だろ。すごいな。すごいな。アギジャビよ。キャンさん、これつなぐコード準備してください。ですね、ダボ、バイバイ、ハッピーからのコマゴくんちょ、ひふみです。オープニングはですね、昨日なんかね、特技を発見した、発見というか、昨日なんか、みんなで怒られたっていう。キャンさんの甲子園のサイレンからなりましたよ。皆さん、ヒーフーミーズバーです。オープニングトーク、なんだっけ、これだ。車。違います。車の話じゃないです。準備してたのある。準備してた話がある。ですね、あ、だる、ソータマルさん。裸のラリーズ、あれ、デイサービスの利用者の中に喜ぶ人もいるかもよ。
ワンもマユさんも、ワンもマユさんと同じくデイサービスで 6×の3世紀です。皆さんも毎週土曜日夕方4時半からのジノンラボも聞いてくださいませ。ということで5月25日開店260日目、キレがいいですね。本日も順調にサイレントともにオープンしました。ヒフミーズバーワンの声が出ない、バー本日の三口さんは死に早かったこの人、こちらサッチーさん、いらっしゃいませ。おめでとうごっくんちょーいちょーい、あれ始まらん、曲が来ない、ウルトラソウル、発車、吉田さんいらっしゃい、あつこさんいらっしゃい、サイレンが鳴ってるのサイレントとは違う、だからさ、あ、スプリンさんいらっしゃい、声よ、ヤンポさん俺のことかキャンさんの声を、ダーサーさんです。ブルービーの、喉やってんな。まだ聞きなさい。今の叫びは何ですか。ちなみに、今のは僕、マイクに入らないように弾かれました。ガラス、あっちのガラスの前に座ったままこっち向いてやりよったからな。本当にこの人は何なの。エヴァミキのはどうなってんだよ、まだ吉さん。よろしくお願いします。はい、今日よろしくお願いします。今日もね、トロチを2つ口に入れた、こちらとこちらに刺したまま喋ります。さあ、ヒフミズバ今夜はどうなるんでしょうか。テーマはふるさとです。皆さんの地元のふるさとの話も送っていただいてるんですが、心のふるさととか第二のふるさととかみたいな話でもあれば、またそういうメールも2通目でも送ってください。待ってますよ。うさぎおいしい、かの山、違う、それじゃない、うさぎおいしいよ、食べたことある、いや、それは臭くなかったけどな。あ、しぶりさん、その声は拾った人参でも食べました。拾った人参は食べてませんっていうか、人参拾わない、人参落ちてない、沖縄落ちてるんだよ、ね、サトウキビだけです。サトウキビと軍手だけです、落ちてるのは道に。お茶の用法用量は正しくおつけください。なんだっけこれ、うさぎおいしい、違う、なんブルーミーさん、これ何の、あ、薬なんですか。 OK、 そうですね、ブレイクさんいらっしゃいません、男たちの番か、イエス。いや、今日ね、こっち来てから、ビッグゲスト、次出るんで約束しましたよ。リキさん関係の方でね、ちょっとリキさんの用事があって、来た方がいるんですけど、僕、初めてお会いしたんで、声を昔からずっと聞いてたんですけど、はじめましてつって、ゆふみですって、あっちも、あ、声を聞いたことありますよって言ってくれて、今度さ、ぜひ、ひふみずば出てください。連絡しますということで約束取り付けました。これだったら本当に喉あれだな、咳が止まるの、すげえな、これ咳止めのツボらしいです、肘の内側、いいね。さあ、喋ります。西町では牛乳ごっくんちょ、くもじではいい人キャラ、小安ではヌーガラポイポイ、読谷ではゲストという名のレギュラーを獲得。でも遥か昔はカフェバーの店主だった。そんなラジオ好きのおじさんが昔撮った絹塚リアルなバーをオープンすることを夢見るが、それができずにラジオにオープンした仮想のバー、ヒフミズバー、オープンです。
ヒーフーミーズバーではラジオを聴きのあなたが常連客、私がマスターとなってビップルームにリアルにご来店のゲストさんに絡めたテーマや常連客から寄せられたお悩みをカウンター越しにみんなで解決したりする番組です。この番組は仮想ラジオバーです。ご来店方法は2つ。えいえい。まずはメール。メールアドレスは 123hwmb@gmail.com。 次にツイキャス。えい。無料のツイキャスアプリから入店できます。当店ではツイキャスでご来店のお客様をツイ客とお呼びしております。また、FM ギノワンでは YouTube ライブでも当店の映像と音声をネットで配信しております。FM ギノワンのホームページから入店できます。してから2歳まで放送もやってます。えい。リスラジもしくはマイチューナーラジオアプリからも音声を楽しめます。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページからも入店できますので、この後22時56分頃まで当店マスターガッサラヒーフーミーとカウンター越しのようなおしゃべりを楽しみましょう。ということでですよ、待ってください BGM 来い。そう、まず2つほどご案内です。ですね、風邪ひいてます。って言っても、ね、熱ありません。喉風邪っていうんですかね。なんかね、僕の周りでも多いんですけど、最近ここ数日っていうんですか、喉が、声がれしてる人が多くて、自分もそのうちでの、あれなんですよ。体調は全然いいんですけど、声だけがひどいです。はい。なので、ちょっと今日はお聞き苦しいかもしれませんが、はい。ご了承ください。落ち着いた感じで喋ろうかなと思ってます。先週も声がちょっと枯れてたんですけど、先週よりもまた、ポンタさん正解です。僕裸で寝てるんですよ。違うよ、いや。そう。なので皆さんも、体調管理、楽な格好ではなくて、風邪ひかないようにっていうのをちょっとね、蒸し暑かったりしたりするかな。朝方冷えるんですよね、最近、ここ。何日か。なので、ぜひ皆さん体調管理、物質、人のこと言えないんですけど、はい、気をつけてください。ご自愛ください。さあ、それからもう一つご案内。何をした?あ、そう。今日、BGM 今かかってるのがですね、ティナ・ターナーの曲をかけてます。今日朝の番組で知ったんですけども、僕が経営するティナ・ターナーさんが、お亡くなりになったということで、はい。84歳ですね。うちの親父と一つ違いのアメリカのロックシンガーというふうに言われてますけども。まあ若い方わからないと思いますけども、ティナ・ターナーというと僕の中では、映画で言ったらマッドマックス3かなにも出てましたね。その前からビルボードでは上位にランクする素晴らしいアーティストだったんですよ。僕の青春を彩る曲が数々もあって、今かかってる曲もそうなんですけども、今日はね、そんなティナ・ターナーを BGM にしながらお届けしようと思ってます。よろしくお願いします。さあ、ということで、先週のヒーフーミズバーを振り返っていきましょう。先週のヒーフーミズバーはですね、僕も先週と同じようにこんな声、ティナ・ターナーさん違います、ガサラだったんですけども、先週のヒーフーミズバーにはですね、いつかヒーフーミズバーに来ていただきたかった演言集団、もう声もガサガサなので噛んだら何言ってるか全然わからんね。皆さん、ラジオの音を聞いてる方で音割れてるんじゃないかと思う方いらっしゃると思うんですけど、音レベルは十分下です。割れるほどの音量出てません。僕の声が潰れてるだけです。ご了承ください。先週のヒーフーミーズバーには、僕がいつかはヒーフーミーズバーに来ていただき方、聞きせ、来ていただきたかった、演芸集団 FEC の代表の山城智一さんが、ご来店していただきました。泣き音お兄さんの意思を継いで、今年で30周年を迎える FEC の、その創設者の山城達樹さんと、戦後のお笑いの、戦後の沖縄のお笑い芸人の、遍歴を紐解くドキュメンタリー映画、その名もファニーズの全国上映のための、クラウドファンディングへの熱い思いを語っていただきました。その後ですね、ヒフミズバー始まる前のクラファンの参加者が44だったんですよ。で、終わって、で僕すぐには見てないんですけど、家帰って寝る前に見たら60人近くになってたので、
もしかしたら皮膚水場聞いてていた、聞いていただいた方がご協力してくれたのかなと思って、はい、感謝申し上げます。ありがとうございます。で、友治さんの沖縄の お笑いは完全に確立しているとの自信に満ちた言葉を頼もしいと思いました。映画ファニーズのクラファンは8月24日まで受け付けてますので、ぜひ皆さん、まだまだ日にちはありますので、一度クラファンのページを覗いてみてください。一口でも ご協力くださいませ。で、一番安いのが3000円であるので、一回3000円やって、また翌月の給料日に3000円やる。で、また8月までそれを繰り返して、6、7、8、3回で9000円。よろしくお願いします。ぜひ皆さん、全国上映に向けてですね、やっていきたいなと思っています。で、クラファンのページをですね、皆さんでシェアしていただいて、内地のリスナーさんもし聞いてる方、特にですね、沖縄のファニーズ、沖縄で最初にできたお笑い事務所です。ヒープーさんはじめオリジンとか、あとは、ゆりきあげるエンターテインメントの皆さんとか、しんちゃんちょっと劇団ではありますが、TSJ とか、皆さんよりも先に、指導した。FEC の沖縄のお笑い界を今引っ張ってると言っても過言ではない FEC の創設者の話をぜひ内地で上映してみんなにいろんな方々に知っていただきたいなと思ってますので、ぜひご協力をお願いします。さあ、そして今夜のひふみずばにはですね、先日まで FM 宜野湾で働いていた歌者田辺由紀さんが、ちょいと久しぶりに帰ってきました。相変わらずマイペースな由紀さんを迎えての今夜のひふみずばのテーマは怖えよ失礼しました。喉の調子が悪くて急に咳が止まらなくなったので、ちょっと音楽でごまかさせていただきましたけど、聞いてください。今週の今回のひふみずばは、ゆきさんがゲストです。で、テーマがふるさと。ふるさと、皆さんの出身のふるさとはどんなところですか？心のふるさととは別ですか？第2、第3のふるさととかもありますか？また、ゆきさんへの質問、応援メッセージも待っております。ぜひ皆さん、ふるさと、ある方もない方も、ふるさとってことこっちもなければですね、ふるさとで会うよう作文でもいいです。メールの方を待ってます。ぜひ皆さん、メールをお寄せください。そんな、ゆきさんの、応援メールも全部ひっくるめてですね、すべてのメールはこちらまで、123hwmb@gmail.com までお願いいたします。もう一度ゆっくり言いますよ。聞き取りにくいかもしれませんが、ご了承ください。ゆっくり、一文字ずつ、ガッサラ声で喋ります。聞いてください。ひふみずばのメールアドレスはこちら。数字の123。アルファベットの小文字で hwmb@gmail.com です。ということで、この放送は6月2日金曜日は大阪の梅田ポテトキッド。ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ、こっち止めとけ、ピッ。そう、6月2日の金曜日は梅田のポテトキッド、6月9日金曜日は那覇市久米にあるトップノートでのラジオ沖縄ロックフェスティバルに出演。体の不調は骨の歪みから。そんなシャオルントゥーザスカイのギターボーカル、魂さんが所長、HSTI 骨格調整所、月の庭。
ロハスという思想、そして未来に存在可能な住宅、デザイン性を加味した沖縄型サスティナブルハウスを建築していくことを使命として、設計施工をしています。IMI コーポレーション。沖縄県内こってり濃厚魚介スープつけ麺専門店。他店では絶対真似のできないこだわり抜いた自慢のスープと、コシのある太麺はお客様を裏切らない一品です。麺どころ、夢の屋。ただいま、沖縄ファミリーマートでいつでも、沖縄ファミリーマートでいつでもここの前菜が楽しめますよ。前菜の富士屋。ちなみに富士屋の店舗、イオン全店、そして今回のファミマの前菜はどれも全てレシピが違います。ダルチザン、フラットヘッド、トイズ、ダルチザン、フラットヘッド、トイズマッコイ、桃太郎ジーンズ、サムライジーンズなどのジャパニーズデニムをはじめ、沖縄県内で作られているダブルブランチ、そんな良質なアイテムを取り揃えております。ブルーファーストスター。屋上テラスからは、ケラマ諸島が見渡せるナイスビューな庭園もご利用いただけます。在宅復帰を目指す入所施設、介護、老人、保健施設、シルバーピア、式名。読谷本店では持ち帰り冷凍麺を販売。宜野湾冷ました店では雨降りの日限定のワンコインつけ麺の販売。ライカムラーメンプレイス店ではバーカウンターもあります。各店元気に営業中。麺屋八連。横浜中華街のアートギャラリー&ライブスペースで毎週末イベントを行っております。ヒーフーミズバーの横浜支店、アートバブー146。丁寧に手作業で下処理された牛肉は溶岩石プレートに乗せてレアでご提供。分厚くてこれぞステーキと思わせる肉の塊は時間経過とともに焼かれていくのも楽しみの一つ。やっぱりステーキ、マカビ店。パンだけじゃない、ケーキも抜群に美味しいんですよ。地元に根ざした町のパン屋さん、ブーランジェリーパティスリー今井パン。コンビニや大手スーパーでは味わえないアットホームな雰囲気も売りの一つ。本部町先本部にある個人商店、枠川商店。心地よい海風と波音を BGM に、アグー鶏、アグー豚や霜降り和牛などの素材を使ったワンランク上の船上バーベキューもお楽しみいただけます。クルーズ船モビーディック号、水中観光船オルカ号のことならここ。有限会社ウエストマリン。ナンは土釜で一枚一枚丁寧に焼き上げた自家製手作りナン。肉、魚介類、野菜など使用する食材に合わせた数十種類のスパイスは体にも優しく美容効果も抜群です。本場の味、本格の味、本場の味、本物の味をご賞味ください。茶谷にあるカレーが美味しいアジアンダイニングレストラン、アダニー。以上各社の提供でお送りいたします。よかった。なんとかできた。さあ、ヒーフミズバーではですね、これさっきかかったな、違う曲いきましょう。この辺かな。さあ、ヒーフミズバーでは番組スタートと同時にツイキャスの方を配信するんですけど、そこからですね、あの皆さんのコメントが来ておりますよ。最初に来た方を、ひふみずの最初のゲストさん、追客の方を三口さんとお呼びしております。今夜の三口さんはこの方でした。お、今日いっぱいだな。あっちが終わった、焚き火の代わりに違うな、待って待って、今日コメントが今日もいっぱいだ、詰まってきよ。ああ、やばい、あ、消えた、あ、来た来た来た、サッチーさんです、いらっしゃいませ、おめでとうございます。こんばんは、ごくんちょうと来てます。今日のみぐちさん、サッチーさんです。サッチーさんは FM 機能版でラジオもやってますので、ぜひ聞いてください。後でまた情報もご紹介しましょうね。その次来てるのはヤンキスさん。マスターお久しぶりのゆきさん、こんばんは、ごくんちょう。はい、こんばんは、ごくんちょう。もうゆきさん来てます。スタンバイっておりますよ。で、沖縄大好きさんが3番目にしたと来てますね。高間さん、喉の調子はいかがですか？こんな感じです。ナルトラさん、お疲れ様です。今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。間に合わなかったかーっていうのは沖縄です。みぐちさんね。カーボーイさん、ひゆみさん、キャンさん、ゲストのゆきちゃん、皆さんこんばんは。今日は少し雨降りましたね。台風2号どうなりますかね。それるんじゃないですかね。やんでる線、そう、喉がやんでる線です。高間さん、武蔵さん、マスター通客、マスタースタッフのキャンさん、ゲストのゆきさん、通客の皆さん、こんばんは。しょい、天空スタジオからの生放送、お疲れ様です。お疲れ様です。いらっしゃい。イックさん、
ひふみんさん、こんばんごっくんちょーって来て、はい、こんばんごっくんちょー。いっくんさん、いつも、インスタの方のいいねもありがとうございます。それから、それから、たかぼさん、さっちーさんもコイン来て、かぼいさん、めいちゃんも、なるとらさんもコイン、いく、あ、コインありがとうございます。たかぼさん、声を張り上げないでくださいね。はい。なんとか、行かせていただきますよ。やっぱさん、車を燃やしたおっちゃん、こんばんは。これですよ。車燃やした。今日だっけ？昨日だっけ？お昼の番組のテーマが、ファイヤーっていうことで、昨日だね。昨日の巻いたのか。ファイヤーっていうことで、ツイッター、読まれなかったんですよ。ツイッターに車燃やしたって書いたんですけどね。昔働いてたバーの常連のお客様がいて、この方が、またさらに常連の、車のあるディーラーさんの、メカニックの方が常連さんでいて、みんな仲良しなんですよ。この常連の先輩の車が、同じこのディーラーさんのところと同じメーカーだからということで、修理に出すと、ちょっと最近おかしいと。で、お預かりした、いる、さなか、別の方のお客さんの、大事な方、あれね、友達って言ったのか、友達の女の子二人が沖縄に旅行に来るということで、沖縄をどうか、ひふみに案内してほしいということで頼まれたんですね。ちょっと待ってください。また BGM 上げます。失礼しました。また咳が出てしまいました。本日 BGM でお届けしているのは、今日お亡くなりになられたティナ・ターナーさんの楽曲です。そして、その内地から友達、若い子、女の子二人来るから、ひふみあんたちょっと案内してくれと、いうことで頼まれまして、当時僕も車の免許持ってなかったんで、免許持ってる同級生の健翔というやつに声かけたら、いいよと、だけど彼車ないんですよ。車ない僕たちが、女の子二人を案内しないといけないってなった時に、どうしようと思って、そのディーラーの先輩にその話を、こんなって頼まれたけど車ないさって話したら、え？誰々さんの車預かってるから動くから持っていけって言って、また貸しさせたんですよ。今考えられないよ。だから、また貸しした件なので、誰、どこの会社とか誰とは言いません。ディーラーに預かってる車。で、それを、じゃあって言ってから、ワッターもフラーだから、じゃあ借りましょうねって借りたんですよ。で、借りました。で、この車、で、この、僕に貸し、使っていいよって言ったこのディーラーの方は、酔っ払ってたんですよ。で、この車、どういう状況だからって説明なしで僕たち借りて、翌朝、誰々さんに言われたんで、車取りに行きましたって言ったら、ディーラーの、車庫からこの車出してもらったり、社員の方に、僕たち友達、健翔と二人で行って、この車借りて、二人でこの女の子二人、ホテルに迎えに行って、ヤンバルまでドライブ行って、金で遊んであちこちドライブしながら那覇に戻ってきて帰ってくる途中に事件が、金から石川通って帰ってくる間に高速乗ったかな、下の道だったらちょっと覚えてないですけど、スローがね逆らなくなってきたんですよ。普通ほらアクセル吹かしてノークラですよ。走ってたら2000回転3000回転で走ってニュートラルに戻したら1500とか1000ぐらいにアイドリングで下がるじゃないですか。あれが下がらないんですよ。だんだん高くなっていくんですよ。ブー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 、戻しても下がらない。で沖縄市に来たぐらいにはもうずっと2000回転か3000回転ぐらい、これやばくないかってなって。で、エンジン回転ずっと高いから、車ちょっと熱持ってきてるんですよ。そのうち夕方になってる。で、とりあえず、夜ディスコ行く約束したんだけど、一旦この車がやばいんで、一旦二人をホテルに連れて行くっていうことで、ホテルが国際通りの通り沿いになったんで、那覇まで来て、その頃には、エンジンの回転数5000か6000になって、ずっと、ブーって。で、ニュートラルにして、ブレーキ踏んで、青なったら、ドライブに入れたらガンってスタートするから、ブレーキ離してゆっくり、ブレーキでかけながら、スピード調整する感じで走って、国際通りに来て、エンジン、とりあえずホテルまで着いたんで、ホテルの前で、国際通りの目の前ですよ。エンジン切ったら、カタンカタン、カタンカタン、カタンカタン、カタンってエンジンが止まらないんですよ。ずっとエンジンかかった状態。そのうちに、道向かいの人たちが、
燃えてる燃えてるって言い出して見たら車のエンジンがあちれて熱持ちすぎてアンダーコートが溶け出してこれに発火してエンジンの下から火が 出始めて、で宝石屋さんの人がに行ってバケホースないかってバケツに水汲んでもってそれを車体の下からかけるんだけど当然届くわけがなくて、で誰かが救急車消防車呼びましょうねっていうことで119番して松尾消防車から来て消防車のホースで一発でバシャって来てシュンって消えたっていう話でした。はい、以上です。その後の話は後で今後話しましょうねということがありましたよ。皆さん修理工場からのまたがし気をつけることですよ。ありえないな。ポンタさん、ひろみさん、キャンチこんばんはって来てます。いらっしゃいませ。高保さん、三振戻ってきてよ。そうなんですよ。テレ屋三振店から盗まれた五丁の三振戻ってきました。ゆきさんも相当怒ってたんで、この話も後でちょっとね、触れたいと思います。それから、名前も伏せておきますね。はい。何の話ですか。ナルトラさん、騙し騙しをかけ、あの晩僕の車は燃えてます。焚き火の代わりでもなんでません。知人も知らなかったらしいですよ。犯人の話ね。ナルトさん、あ、ひみさんの車じゃないんです。そうです。僕の車。原型のまま戻ってきて、そうですね。三振の話ね。甲子園球場帰って、ぬやがってみんな、キャンチューのオープニング。皆さんまだ聞いたことない方、アーカイブで、残るすんで、今日のひふみずばのオープニング、甲子園のサイレンの音で始まってます。それがキャンチューの、キャンさんの生声です。死に盛り上がってる。すごかったな、あの人な。今の叫びは何ですか？マナキチさん、こんばんはって来てますね。本当に。のでやってんなって、僕の話でしょ？ダンサーズさん、こんばんは、帰り見の具でございます。選手も帰り見の具、これずっと来るの、これで。サッチーさん、キャンさんの声やばって、声よってね。俺の声とキャンの声はどっちもやばい。ダブルミーニング。マスターバーティーさん、ゲストのユキさん、追加の皆さん、こんばんは、初見の、ウシチュルコト、ウィルターチルドレンです。ウスチュルコト。ウスターチルドレン。はい。アシプリムさんでした。ギャン君、昨日も話すのでよくなと思ったらこんな声です。だからさ、昨日調子悪いっていうのが今日こんなですよ。パパヤさん、今夜も元気に、こんばんは。旦那が帰ってくるまで、お邪魔しまちゅ。読谷だけがカスリーの声かな。だからよ。読谷だけ、あ、俺の声か。違うか。何言ってんの。こんばんは。9人のバーマさんも来てます。いらっしゃいません。スプリムさん、その声拾った、その声を拾った人参でも食べました。食べてませんよ。声にちっちゃいおじさんが住んでるのかも。どっちの話。うさぎ美味しい、うさぎ美味しい。違います。喉の話。風邪ひいてるの。いや、風邪、喉風邪ですね。体調は悪くないんですけども。こっちのツイキャスのコメントが、あ、そっか。画面戻るんです。もう少し待ってくださいよ。モルコジさんもお久です。こんばんはって来てますね。武蔵さんも、三振盗んだ男調べたけど、実名なかった。住所不定、無職50歳の男。当年にあった三振、民謡スナックにあったみたい。民謡スナック？なんでやねん。パパヤさん、来週6月最初のスリップビート、テーマはドライブ。ドライブ中に聞きたい音楽、車で聞きたい場所、ドライブスルーのお気に入りグルメなど、など、メッセージお待ちしております。スリップビート24@gmail.com までお願いします。こんばんちょーっていうのは、チェッカーズ無双さんいらっしゃいませ。タミーさん、こんばんは。えへん虫がいるのかな。えへんじゃないんですよね。ポンタさんが裸で寝てるから、そうですね。毎日裸で寝てますからね。武蔵さん、キャンさん、YouTube 花も配信されていないみたい。あ、キャンさん、キャンさん、YouTube の配信がされてない。忘れてた、もしかして。え、してましたけど。嘘。あれ、なんでだ。今日俺がスタートしたから、もしかして忘れたとかじゃない。いや、こっち先に押したんですよ。あ、いいや。ちょっと待ってくださいよ。気温の変化が激しいからかな、ガサラのパーソナリティ増えましたね。多いよね。うん。第2波ですよね。喉の炎症の発生。多分そうかもしれないです。最近、寒暖差あるから厳しいよね。そうなんですよ。本当に皆さん気をつけてください。ということで、ナルトラさん、5月31日のフリムーンラジオのテーマはフリーです。ムーンフリムーン、ムーンアットマーク、fmginoban.com、台風の影響がなければ、来週はゲストさんが来ます。台風、待って。ドゥードゥさん、あらら、こんばん、風ですか？ご自愛ください。ドゥードゥさん、こっち初めて、あ、違うか、2回目か。久しぶりです。いや、嬉しいな。ありがとうございます。プレイクさん、私も温度さん、気温さんについていきます。だからさ、内地やばいよね。内地の気温さんもやばい。沖縄もやばい。ヤンポーさん、パンツ一
本で扇風機かけて寝てるけど、うん、なんかあなたまた違うんですよね。高坊さん、今日のニュースで訃報出てましたね。そう、ティナ・タナーさんね。ナルトロさん、沖縄でこの時期に窓閉めて寝た方がいいっていうのもなかなかないですね。本当よ。今年になってね、特別な対応しないといけないですよ。こんばんみそ、気温差激しくて体調管理難しいですよね、とニコミスキーさんもいらっしゃいました。いらっしゃい。チェッカーズもさ、潰れてもいい声を売れました。ありがとうございます。そうですか。サッチーさん、明日は気まぐれラジオの収録日ですよ。8月28日放送分のテーマは好きな麺料理、あ違う、鶏料理だ。鶏料理最近食べてないけど、バンバンジー食いたい。誰か作ってください。気まぐれコンマサチアットマークgmail.comで、ツイッターか DM でどしどしお待ちしてますということでね。サッチの番組まだメール送れてないんだよな。モロッコおじさん、 FEG のマーちゃんかと思って喋ったら楽しそう。マーちゃんもね、一回今度読みましょうね。この間お声かけさせていただいたので、顔がつながったので、ぜひマーちゃんツッコミ大会ですね。楽しそうだよね。まあちゃんはいいよ。チェッカーズ武蔵さん、山城港先生がご子息とは知らなんだ。そうなんですよ。港は FEC の創設者の、たつきさん。G はたつきって出てるんで、読めんかった、この字。やばいな、俺。そうなんです。たつきさんの息子さんです。忘れがたみ。こんばんこくんちょうというのは、ツインクルちゃん来てます。いらっしゃいませ。ポンタさん、マスター水飲んで、あ、本当によ。ありがとうね。牛の乳を、牛乳、噛んでる時飲んだらダメってよ。粘膜できてから飲み込めないらしいよ。あ、いえね、大丈夫、辛そうですね。そんなに辛くもないですけどね。吉田さん、とりあえず水をごっくんにしてください。ありがとうございます。皆さん優しい。あ、加湿した方が、加湿したい、すっきりするアロマを今すぐお届けしたい。ちっかくさん、優しい。持ってきてください。ヤンボーさん、今夜ありがとうございます。マスター、こんばん、ごっくんちょ。というのは、埼玉のゴーさん、いらっしゃい。ポンタさん、心のふるさと FM ギドワンです。素晴らしい。ひふみだ。何が、中野さんさん、あ、来ましたよ。さ、5月30日火曜日のリモートプログラム、キュー名古屋のテーマは時間になります。メールは、q@q.nagoya です。アフタートーク、おもきは次回で終了となります。そうなんです。来週からアフタートークがなくなるんです。なぜなら、キュー名古屋、6月から、1時間番組に、格上げです。おめでとうございます。壊れかけのラジオがなくなったおかげといいますか、空いた時間をさっとダンサーズさんの、この旧名古屋が拡大版として入ってくれたので、いやー、あれ滑り王子は何分喋らすんですか。さあ皆さん、6月からお楽しみですので、ぜひ皆さん楽しみにしてください。ね、本当にダンサーズさん、旧名古屋短すぎるんですよ。ゲスト豪華なのに、話も面白いのに、三人パーソナリティで30分はちょっときつい。なので、1時間ちょうどいいと思います。頑張ってください。皆さん、ぜひメールも、あちらも応援してください。よろしくお願いします。タミさん、マヌカハニー舐めた、あ、そう。マヌカハニーね、家の冷蔵庫にありますよ。3年ぐらい前に買ったのが。冷蔵庫だから大丈夫ですよ。え、全然のレシピ違うんですか？すごい。そうなんですよ。モルコさん、これさ、ミネさんに聞いたんですよ。藤原社長に。実は、例えば、去年、ファミマで全然売り出したら、速攻で売り切れたんです。だから、僕が、他の、例えば、イオンに出してるのを、横流して、スライドして出せんのって聞いたら、レシピが違うって。だ、同じ味じゃないから、もう、去年はこんだけで限定で数決めて、このレシピで作ったと。でも、あまりにもバカ売りしたんで、今回また来てるって、今回またさらに増量で作ってて、限定、数あったかな、ちょっとその辺、ちょっと今回聞いてないんですけど、みんなレシピ違うって言ってましたよ。だから、店舗で食べる味、ショップで販売してる、このテナントで売ってるのと、スーパーで買うのと味違うって言ってました。ぜひ皆さん、どこが違うのか、確かめてください。で、今日のテーマ、ふるさとということで、メールのふるさとの内容なかったら、あいうえお作文でもいいですよ、ということで来てますよ。陸海空さんいらっしゃい。ふるさとで、あいうえお作文。ふるさとで、あいえうお作文。ふーと一息。るーと、りゅう注意で。さ、さりげなく。と、とんとんみー。
いや、あの、送るのいいんだけど、オチがね、フルーサーとつなげてくださいよ。チェッカーズさん、拍手ありがとうございます。ムルコジさん、モビーディック号といえば、3日のミューシャイベントも台風心配ですね。ヒフミさんのパーティーも。そう。大丈夫です。僕のパーティー潰れませんので、ね、台風は、あの、それます。来週。大丈夫です。で、その3日のミューシャイベントとヒフミさんのパーティーっていうことなんですが、ここでちょっと告知を。6月3日、ミュージシャンとのオフ会をやります。臨海のチケット買えなかった方、で、臨海の船の時間ちょっと間に合わしきれない方、ぜひ、ひふみずばの僕の、ひふみずばではないですね、僕個人で、ひふみさん主催の臨海、ミュージシャンとオフ会をやります。6月3日の夜8時から。これはミュージシャンと、あの、オフ会、臨海と同じ時間帯ですね。夜8時から24時まで4時間、久米にある、久米のカクテルプラザの2階にある、バイキング居酒屋リオというところで、男性3000円、女性2500円だったかな。で、食べ飲み放題でやります。今のところね、何名か、あの、参加しますということで声かけもいただいてますので、ぜひ皆さん、あの、初めて来る方もいます。中には、あの、メール読まれてないけど参加するっていう方も来ますので、新しい方が、あと、知られるチャンスです。実際、今回の臨海は、あの船で200名、通路狭いので、交流がなかなか難しいと思います。オフ会でぜひ交流してください。で、また臨海参加された方、二次会場所決まってない方、ぜひ、あの、当日参加でも全然入れますんで、お待ちしてます。たくさんの方来ていただけたらなと思ってますので、ぜひ皆さん乾杯しましょう。6月3日、夜8時から、男性3000円、女性2500円。できれば、あの、参加表明いただきたいですけども、参加表明なくて突然来ても構いません。ぜひ来てください。よろしくお願いします。TMR さん、こんばんは、ごくんちょう。マスター、喉大丈夫？大丈夫です。大丈夫です。叩いてよ。それから、読まれんだろう。チェッカーズ無双さん。何の話？どれだっけ？わからん。俺を2日連続で T サージでメール読まれたよ。あ、そうなんですよね。あ、さっきの車燃えた話ね。読まんよね。ま、喉が来た。ちょっと待ってくださいよ。これで喋りながらやってみるか。ここさ、あのラジオを聞いてる方は見えないはずなんですけど、肘の内側のツボを押しながら腕を曲げると、ここねツボがあるらしくて、その咳止めの両親さんがこれで昨日咳止めたんだよ。で僕これ今日やったら楽なのよ。さっきからでこれやりながらなんですよ。ぜひ皆さん、だから、あ、俺逆で読んでた。マジっすか。曲書きましょう。今日のゲストのゆきさんの曲を聴いてください。やばい、俺喋りすぎた。18分しか喋ってないと思ったら残り13分。喋りすぎ。で、水気はその画面固まる。ゆきさん、ごめん、喋りすぎた。一番か。あ、いや。あ、曲あったの？あった。絶対入れてるし。新しいの？あ、これはい、サマー。新品？はいはい、買います、あと。ありがとうございます。どうぞ、座ってください。雪田鍋で調べた後でしょ。あ、そうなの。何がこれ、iTunes CD よ、CD。借りてきた。ああ、どっから？ガレコーさんから。ああ、いや、こっちに絶対入ってる。iTunes に入ってるの？入ってるよ、私入れたのに。あ、だからないいんすね、CD が。あ、CD？ CD を探したんですよ。いや、CD あってもあれ分からんかなと思って、こっちに、あいつに入れた。今日よろしくお願いします。すみません、こんな声で。お久しぶりです。ちょっとしぼれてるじゃん。あ、これお土産。待って。ハトサブ。違うよ。よく見て。あ、カモサブレよ。バタモンだ。違うか。これ、京都の、あ、京都のお土産。そうそう。いただきます。京都鴨川。あ、カモサブレ。カモサブレです。何言ってか
写真撮りましょう。撮れますかね、みんな。はい、じゃあ行きまーす。はい、チーズ。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。なんだ、あ、じゃあこれ著作権にもかかる、YouTube、あ、ツイキャスに載せても大丈夫、音楽。大丈夫です。ほんと、これいただきます。あ、どうぞどうぞ。三品茶が珍しい。これ、キャンさん、CD ノートどれ載せる？途中からでもいいですか？え、もう途中からでもいいよ。したのは雪田辺で、曲名何でしたっけ？長南。長半。長南。長南っていう曲でした。今日あの BGM ずっとそのまま流してても大丈夫ですか？うん。なんで笑ってるんですか？聞こえる？しんみりするなと思って。いや、BGM なんで関係ないでしょ。久しぶりです。お久しぶりです。ひふみさん、めっちゃしわがれ声じゃないですか？ラジオ聞きの皆さん、聞き取れますかね。なんとか聞いてもらってます。あ、じゃあ今日のゲストさんです、田辺ゆきさんです。田辺ゆきです。こんばんは。お久しぶりです。お久しぶりです。 FM ギノワンでは毎週、あ、何曜日でしたっけ？日曜日の朝8時から、あの番組ではチューンシマウタ、チューンシマウタの放送やって、はい、でその収録でツイキャスの配信録音、はい、火曜日の夜8時からこっそり、ね、そうなんですよ。この間その話、この間のその時の話の中でふるさとについてちょっと話してたので、ゆきさんが覚えてないでしょ。覚えてます？覚えてない。ひふみさんすごいですね。何がですか？まめに聞いてまめにコメントする能力に長けてますよね。タイミングがいいんですよ。いや、全部聞いてないですよ。はい、いやいや、うん、だからね、いろんなの聞かれながら挨拶して、こんにちはってご君長とか言って、はい、でちょっと話聞いて、あ、そっか、テーマ何にしようかなって考えてたんで、いや、今日、あ、その前になんかさっきあのおかえりご君長って言ってくれたじゃないですか。はい、もう私それだけでわーって嘘でしょ。おかえりって言ってくれるんやと思って。いや、おかえりですよね、皆さんね、おかえりですよ。みんなこも来てますよ。ヤンキチさん、ユキさん元気そう、しんちゃん、マスター、ユキさんこんばんは、マスターどうした？普通です、風です。ジュンジュンさん、ユキハーンって来てます。ジュンジュンさん、それからヤンポンさん、お、曲が流れているけど、そう、これあの、どうぞ、今日 BGM でずっと流しっぱなしでやりますよ、はい、ラントさんも、またこんばんは、ユキリンっていうのは吉田さん、吉田さんとあちらで会われたっていう話してましたね。はい、ハトじゃないんだって、ダンサーさん、そう、さっきお見る、カモやねん、カモ、カモサブレやねん。初めて見ましたよ、これ。私も。あ、そうなんです。新型だ。バッチも、バッタもんです。いやいや、それから、タカボさん、鴨川で取った鴨で作ったのかな。多分そうですね。鴨は入ってない。鳩サブレに鳩が入ってないように。え、入ってないの？鳩は入ってないでしょ。入れようよ。形だけやし。でもあの、なんか石垣のヤシガニのせんべい、ヤシガニ本当に入ってる。あ、本当？ヤシガニ入ってるのあれ。マジっすか。いや、今日ね、あのお呼びいただいたのは、お呼びいただいたというか、あの来ていただいたのはですね何笑ってるんですか？ちょ私読んだっけなと。え、いやいや、はい、来ていただいたのは、はい、ライブの告知があるって、これね、忘れそうなので先にやりましょう。あ、はい、
ありがとうございます。素晴らしいですね、はい、何がですか。ラジオの段取りが全然ちょっと今本当に直行したからボケた人なんですけど、違うんですよ、僕がオープニング喋りすぎてるんですよ。ああ、そうですか。こんなに喋ってると思って。ああ、はいはいはい、やばい。今度27日そっか、はい、はい、待ってよ、そうです、大丈夫ですか。ノート置いてきた。はい、キャンさんノート持ってきた、取ってきていいですよ。はい、告知のために来てもらってるんで。キャンさん来るかな、来ないな。あ、来た来た来た。あ、違う、ガラスに映ったユキさんだった。もう本当によ、すいませんね、皆さん。今日急に、ユキさん空港から直行ですよね。はい。自宅には戻られなかったんですか。自宅ないのか。待って、いつも、どこに寝泊まりするの今回。ホテル、彼氏、彼氏いたさ、いなかったっけ。こんなんやめ、やめか。ホテルかよ。那覇ですか。この変化だったら前住まれたの宜野湾ですよね。はい、ホテルは、いや、なんかね、ここまで上がってきたら、今伊佐から上がってきたんですけど歩いて、うんうんうん、ここまで上がってきたらもうなんか家帰りそう、前の家に帰りそうな感じ。歩いてバスで来たんですか。はい。あ、いや、迎えに行けばよかった。なるほど、ごめんなさい、のんびり来ましたよ。さあ、ライブの告知を。告知ね、はい、あの土曜日、もうあさってなんですけど、27日ですね、はい、中野町のコピールワークというところで、はい、夜7時半から、うん、沖縄民謡のライブやらせてもらいます、うん、はい、歌語りっていうタイトルで、まあ歌と語りっていうだけなんですけど、うん、私田辺ゆきと、はい、あと民謡歌手のキャンひとしさんと一緒に、ひとしにに、はい、はい、コンピューターもやったり、それぞれ歌ったりしますんで、うんうん、沖縄民謡大好きな人はぜひ来てください。このライブは民謡メイン。はい。民謡メインで。メインっていうか民謡しかやらない。民謡やらない。違うんですよ。Facebook 見てたら、はい、あれ、あれ、あれ、あっちあっち、浦添の地下の。グルーブ？グルーブで、なんか、はい、他の楽器の方とセッションしてる記事を見たんで。はいはい。そう、いろんなことやるんですけど、は、この、はい、この土曜日はもうド民謡です。ド民謡です。チケットおいくらですか。1500円かな。調べてください、皆さん。あとで僕が貼り付けます、SNS で。ね。はい、予約は、うん、ロマンスミュージックカフェバーコピールワークのメールの方にお願いします。うん、ということですよ。コピーラック、見たことありますか。 あります、素敵な福、マミちゃん、違う、何、あ、福田さん、そうそうそう、はい、福田さんのライブで僕、はいはい、演奏してます。あ、はいはい、コピーラック、福田さんの歌にコピーラックに変える、あ、歌詞にも出てくるようなね、素敵なお店なんですよ。ありました、1500円ですよ、よかったです。 ありがとうございます、はい、ご予約お問い合わせはロマンスミュージックカフェバーコピーラックまでです。電話番号が 090-5781-5648 090-5781-5648 までご予約ください。当日フラッても入るったりするのかな、席があったら。はい、大丈夫ですよ、来てくださいぜひ。ぜひ来てください。あ、パパ屋さんがインフォ載せてる、歌語り田辺幸健人氏、おー、ありがとうございます。さすがですね。あ、ありがたいな、すごい、皆さん能力が高いですね。はい、今回はこのライブだけですか。あ、でその次の日に、はいはい、5月28日日曜日は、はい、コザのパルミラ通りにあります、はい、クロスオーバーカフェ614というところで、私と、はい、あともう一人、うん、セッションちょっとやるんですけど、はい、もう一人、私は沖縄民謡とか古謡とか神歌とかやるんですけど、はい、津島俊人さんっていう、はい、モロッコのグナワ音楽をされる方。グナワ？はい、グナワ音楽、グナワの音楽ね、はい、めっちゃかっこいいんですけど、うん、このグナワの三線みたいな楽器があるんです、うん、ゲンブリっていうちょっと打楽器のような、うん、ベースのような三線のような楽器があるんですけど、竿が2本出てるみたいな形だったやつ。あ、違うか、竿は1本、あ、違うな、違う、全然違います、全然違う話してます、ごめんなさい。どう、それはそれで気になりますけど。後で話します。めっちゃかっこいいんですよ、それが、うん、
あの三振よりも低い低音だから、でも叩くように弾くんで、でまた中がね、チョッパー風刺ですかね、ベースっぽい感じ。あ、でも電子楽器じゃなくて生音なんで、でちょっとアフリカ音楽っぽいリズムな感じも。へえ、二人でやるんですか。めっちゃかっこいい。はい。すげえ。あの対馬さんはこのグナワの伝承曲とオリジナル曲をやってくださいます。で私は沖縄の歌で、で二人でちょっとセッションするところも何曲かやろうと思ってまして、それが楽しみですね。練習ぶつけ本番ですか。そうみたいですね。一応これこういうのやりましょうっていうやり取りはしたんですけど、こんなのが面白いんだよねライブって。あの即興やったら即興でいいですし、ね、まあ、練習するんやったらするんでいいですし、うん、いう感じで。あ、叩くように弾く津軽三味線みたいなっていうのは全然さ、でもっと低音でね、打楽器っぽいんですよ。確かにな、津軽三味線音高い部ですもんね。ペン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 。あー、まあね、音あれ低い音と近いけど。日曜日行けたら行こうかな。もう絶対おすすめですよ。なかなかあのモロッコのそのグナワ音楽も、うん、あの生活に密着してるらしくて、うん、あの沖縄もあの民謡って密着してるし、はい、あの新曲もどんどん出てるじゃないですか、はい、モロッコもそうらしくて、そういうね、生き生きした音楽の世界の音楽が聴けるという、地域でその新しい曲がどんどん生まれるその土壌って素晴らしいです、ね、素晴らしいです。そんなのめったにないです今。世界中でも珍しい。そうそうそう、珍しい。あ、でもモロッコでそういうのがあるって初めて聞きましたね。あ、ぜひ皆さんこの28日もお楽しみください、はい、こちらはちょい時間が早くて6時半スタートです。はい、はいはい、6時オープンです。ハウマッチ。あ、こっち投げ銭ですね。あ、投げ銭。はい。電話、予約は 080-4275-6140。はい。614ですね。あ、名前、お店の名前が614ね。そう。電話番号は 080-4275-6140 です。はい。紛らわしいんですけど。うん、違います。今、614言わなかったら、聞いてる人たち分からなかった。電話番号ですね。こちらで予約して。っていうことですね。はい、一応席を押さえたいという方は、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ということで、とりあえず告知できたんで9時台終わります。オープニング喋りすぎた。告知しかしてない。本当によ、ごめんね、ゆきさん。まだいていいですか。全然大丈夫です。10時台もぜひ皆さんお楽しみください。はい、お楽しみに。ちょっとツイキャスの方でおしゃべりしましょう。
旅行でね。ああ。けど娘さん住むのはってこと。娘さんはどれぐらいぶり？はい、一緒にいつも一緒に。あ、じゃあ一泊二日も一緒に行ってるってことです、うん。あ、だったらさ、そんなに離れてるあれではないな。ただ久しぶりに住んでどうですか？ああ、住んでどうですか、ね。いや、便利で暮らしやすいんだけど、人多いですね、やっぱり。昨日はゆったりしてる。そっか、人多いんだもん。人多いですね。なんかわかるな。